こんにちは、速稼塾の久保です。そうですね、倒産したくないなら腐らない商品を扱えということなんですけども、今日は私はね、2つの商品をちょっと紹介させていただこうかと思います。一つはですね、私の購入した車、ナイトライダーですね、キットという車なんですけども、こちらの方、1983年式のトランザムなんですよね。ポンティアックファイヤーバードトランザムっていうのが正式名称なんですけども、その中での最上級グレードがトランザムなんですけどもね、こちらの方、当時確かね、日本で輸入車で450万ぐらいで販売されてたはずなんですよ。で、現在中古車車体価格はおそらくその程度によらず、ファイヤーバードなら200万前後だと思いますね。当然中古ですから随分ね、値下がりしてるような気がしますけども、ただね、中古車の相場で言うと、そのね、40年ほど前の車が未だに200万円ついてると。しかも状態によらないんですよ。走ろうが走る前が200万というね。しかも今出物がないということなんで、さらに値段が上がってるかなってところなんですよね。でね、これで何が言いたいかっていうと、私このナイトライダーキットをですね、200万で買ったわけじゃないんですよ。いろいろと手を加えましたんで、まあざっくりね、1000万ぐらいで購入しました。で、この車っていうのは腐ってないんですよね。で、私が言いたいのはね、この車が40年経っても腐らないでしょってことでもないんですよ。実はですね、このナイトライダー、フルレプリカした、ナイト2000の車なんですけども、こちらの方の動画が、2、30万回再生されたりね、50万回再生近く再生されてるんですよ。で、やっぱ当然ですけども、視聴者さんそこで増えますよね。で、私の方にお問い合わせも来ます。コメントもあります。その中で、やっぱり気になるのがね、燃費はいくらですかってことと、この車一体いくらなんですかというふうに聞かれるんですよね。まあそれで燃費のことですとかね、だいたいリッター3キロぐらいだと思うんですけど、燃費のことですとか、車体価格のことをね、申し上げるんですよ。で、久保さんは家もね、一括で買ってるみたいだけども、車も一括で買ったんですかみたいなことをこうやって会話の中で聞かれるわけですよね。要するに、この動画、キットの動画ってのは鮮度落とさないんですよ。腐らないんですよ。そればかりか時間が経てば経つほど、他のナイトライダーの動画ってのは減るわけですから、私の動画がね、際立っていくわけなんですよ。で、これからも作ると思いますしね。そうなると、時間が経てば経つほど、私のナイトライダーの動画ってのは、アクセスが集中するんですよ。お問い合わせも集中するんですよ。その中で、まあ、コミュニケーションを取りながら、最終的な質問は、どうやったらそんなね、お金がたくさん埋めるんですかと。だって、久保さんは2015年まで赤字麻雀店のオーナーだったでしょうと。その赤字の店が潰れた後、なんでそんなね、4、5年ぐらいで、そんなお金持ちになったんですかみたいなことになるわけですよね。そこで私は、まあ、速稼塾ってものがありますよとか、そこでは、塾アフィリエイトはじめ、転売はじめ、まあ、いろんな稼ぐ方法を紹介してますけども、私は全てをマスターしたんですと。最近は FX までマスターしちゃいましたみたいなことをお話しするとですね、その方々の、お問い合わせいただいた方々のライフスタイルとか興味に合わせて、じゃあ、アフィリエイトを教えてくださいとか、FX いかがでしょうかみたいな感じで、私のね、商品がこう、炙り出されていくんですよ。で、そこで、販売が成り立つって形になってます。これがね、一つですよね。で、もう一つ、腐らない商品といえば、今お話した、速稼塾というものです。これも腐らないですね。で、実はね、速稼塾の2013年バージョンというのがあるんですよ。これは、10個の講義をまとめたものなんですけども、当時、19万8000円で売ってました。で、これをですね、再販してるんですよ。でも、大々的にはしてません。入門編として、なんとですね、29,800円で売ってるんですよ。入門編、2013年版速稼塾ということでね、売ってるんですけども、これがね、ヒットしてるんですよ。1日2、3本最近は売れてるんですよね。ということなんで、2013年に作った古いものが腐らずに、塾アフィリエイトの方法、ブログアフィリエイトの方法、YouTube の作り方、Twitter のオートツイートの仕掛け方、それからホームページの作り方、などなど10個の講義を混ぜたものを、こうね、29,800円で売ってるんです。これがね、売れるんですよね。で、売れた後、それをやって、一通り見た後で、そこそこの実績を出した人が、じゃあ、すいません、速稼塾の2020年版に、入りたいですっていう風に来るんで、またこれも売れるんですよね。どういうことなんでしょうか。今世の中、感染症、伝染病のおかげでね、商売やりにくいんですよ。外出もできないんですよ。外出する人がいなければいないほど、在宅率高まりますよね、当然ですけども。そうすると、私の、商品っていうのはどん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 目立っていく、売れていくっていう流れができると。それからね、やっぱりこう今雇用不安ですよね。どんどん株価も下がっていったりとか、生産も消費もされないわけですから、
っぱりね、お金の動きが悪くなるんですよ。そういう中で自分のお金はちゃんと守れるだろうか、家族を養っていけるだろうかという不安の中で、あ、そうだ、もう噂に聞いていたネットビジネスってのはどうかなっていうふうに調べてみると、なんと2013年に始めた人が未だにやってると。しかも毎日放送してる。誰やこいつみたいなことになるわけですよね。まあ、まさにね、今までずっと吉谷さんとある意味競い合いながら、ある意味ね、協力し合いながらここまでやってきましたけども、それまでの間に何人の人がいなくなったんですかね、吉谷さん。何人のネットで有名で稼いでますよと、5億円ですよ、10億円ですよっていう人が今いないじゃないですか。嘘だったんですかね、あれはね。嘘だったんでしょう。ね。私はいろんなところを見ましたけども、稼いでると言った人の稼ぎが、こんなことで作られていたのかと思ってがっかりしたことも何度もあります。まあその中でね、一条の光が、一筋の光は吉谷さんですよ。ね、言っちゃ悪いですけども、少ないアクセスの中で、チャンネル登録3000人、4000人もいない中で、よくもまあここまでね、3年間、鹿児島で、本当に未開の地でね、すごいですね、海の果てで、コツコツコツ売り上げ作って、すごいです。本当にそれはすごい。私はね、チャンネル登録者数が1万人以上おります。この、今年だったから、去年の6月ぐらいに8000人ぐらいだったんですよ。それがまだね、それから1年も経たないうちに3、4000人増えました。だから私の場合は、いや、今お話したようなね、売り上げができて、私当然だと思います。当然だと思うんですけども、また私の立ち位置から見るとね、吉谷さんがこのチャンネル登録者数の人数で売り上げを作り続けてるのは、これ他の人にはできないんですよ。いや、他の人にやってほしいんだけどできないんですよ。だって、チャンネル登録者数が10万人、20万人いないから売り上げは上がりませんって言ってるわけでしょ。そんなことないですよ。1万人でもちゃんと送って金額は作れますし。それからね、吉谷さん見てくださいよ。3460人ですよ。この前見たら3300何人だったんですけども、いや、このね、一人一人のチャンネル登録の増え方はものすごく濃いわけなんですよ。吉田さんの動画ってのは本当にあらゆるところにメッセージが入ってる。そしてあらゆるところに学びや気づきがあるんですよ。で、吉田さんはもう自分の借金を返すために私はビジネスをやるんだって言っても、それでもね、購入するわけですよ。相当な信頼関係とファンの魂ですよね。私の場合はね、ビジネスやってませんとかとぼけた声で、ね、言いながらきっちりやってるわけですよ。要するに私の方がどっちかって言ったらエセというかトリックに近いのかもしれませんよね。ビジネスやってません、でも商品やりますみたいなね。で、何でもかんでも全公開ですとか言ってからね、で、サポートもしっかりしてますけども、結局はその速稼塾のね、30年ローンとは言いながらも、速稼塾っていうものに正式に参加していただいた方がより学べるみたいなことがあります。さあ、それでね、受け取り方っていう問題がありました。5万円、10万円で買った車に乗るのか、100万、200万、300万に、で買った車に乗るのか、私もね、軽自動車2台と、あとベルファイアとね、あと今、トランザムって4台あります、車が。でも、軽自動車に乗るときと、それからトランザムに乗るとき、値段の違いと同じように、やっぱり、心地よさとか、なんですか、心の現れ方とかね、それから運転席に乗った時の景色が違いますよね。同じようにね、もう変な話です、奇弁に聞こえるかもしれませんけども、いわゆる高額塾って、1万2万で内容が詰まってるもの、私言ったらね、2013年度版の速稼塾2万9800円にしましたけども、これで取り組むのと、速稼塾2020年度版ね、最新版の30万円分割ありっていう方に取り組むのと、全然ね、取り組み方の多分、塾生さん自身の心が違うんでしょうね、きっと。気合の入れ方とか。それは結果違いますよ。今日もね、売上報告2件ありましたけども、早速ね、1万5000円稼ぎました。5050円稼ぎました。今日1日ですよ。そういうのが上がってくるわけですよ。だからこれはね、私は安いものを売るのは、もしかしたら多くの人にはあまり良くないのかと思います。私はビジネスを上がりましたんで、一応ね、価格をつけずに、どん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 セールスを乱発しなくてもいいような形になりました。でもね、今こうやって一通りやってみたら、お金を払った人の方が多少ね、多少ですよ、頑張ってくれるような気はするんですよ。で、逆に私はね、テストをしていたわけなんですよ。お金を払わなくても本気でやる人がどのぐらいいるかなというふうに考えましたけども、残念ながらお金を払う気合すらない人は、やっぱりビジネスをやる気合はそんなにないなと判断せざるを得ないところだと思います。もちろん全員ではないんで、これからもう一人一人をね、信じていこうと思います。今まで100人の方が無料とか低価格で本気でやりますとか言って簡単に離脱した、それはそれでいいでしょう。でもだからといって次に出会うね、本気でやりますっていう人は、その100人の人とは関係ない別の人ですから、
また私はお人よしながらね、次の人も信じて、安くても低価格でも無料でも信じてやっていただけるんだろうなと思いながら、このスタイルをまあまだ続けると思います。ただね、やっぱり高いお金を払わないと本気になれない人がいるのも確かだと思うんですよ。私はナイトライダートランズも買いました。洗車ばっかりしてます。すごい大事にしてるなと思ってますよ。だからね、高いもの買うと気合が変わるのは確かですね。その反面、軽自動車はもうね、目もくれてないですね、最近はね。で、くまモンっていうね、スクーターも一昨年買ったんですけども、今全く乗ってないですわ、新車で買ったのに。あれも25万ぐらいしたんですけどね。だからね、やっぱり、なんと言いますかね、しっかりとお金を払った方が人は動くのだろうなというふうな気はします。ただやっぱり今はね、それと同時に、無料でも本気でやる人がいるというふうに信じてますし、実際そういう人も私の塾生さんの中にね、結構な割合でいますんで、まだ揺れ動いてるところかなってところですね。はい。まあ、どっちにしてもね、腐らない商品を売っていきましょう。気持ちは腐っても商品は腐らないというね、ことがあります。古いものでも腐らないものはどん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 ね、値をつけますし、多分いつでもその輝きは失わないんだろうなと思います。で、情報って古くてもいいものが結構あるんですよ。情報自体が古くても、それを知るのは今日が初めてって人に対しては新しいんですよね。ほら、奈良の大仏とかエジプトのスフィンクス、ピラミッドってあるじゃないですか。あれって5000年前のものですよね、ピラミッドなんて。ピラミッド5000年前のものなのに、やっぱりね、初めて知った時が、初めて知った時なんですよね。だからこういうものってあると思うんですよ。そんな昔にこんなすごいものあったのとかね。だから古いもんでもきちんと価値を維持することもできますし、新しいものは新しいものでね、新しいものの良さがありますんでね。だからもう手遅れだってことはないんだと思います。工夫次第です、それは。その工夫をしているのが速稼塾だったりするわけですけどね。はい、それでは長く話しました。今日もありがとうございました。